こんな推しが戦争を出せるなんて。しかしどっかに親玉いるはずだ。それとぶっ殺さないかね。よし、ぶっ殺すぜ。全然体力ないけどな。おお、八幡がすぐ倒せるようになってきたな。ドゥ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 。ここ間違えた。まあ、いっか。これ目に悪いな。今ので破壊できると。前にさ、3つ行ったじゃん、なんだっけ。3つなんかアイテム集めたじゃん。で、それを集めると今のなんかアルティメットってやつが撃てるなんだよ。で、それでやると、今のやつを破壊することができるっていう、そういう感じかな。で、一応これ正解ルートが1個だけあって、他のとこ行ってしまうと、なんか入り口に戻されたりとか、なんかわけのわかんないとこ行っちゃったりするから、入り口なのか。入り口だ。しかしよく覚えてんな。どっからか声が聞こえる。嘆き悲しんでるようにも聞こえ、怒りと戸惑いの声のようにも聞こえる。なぜ泣いているんだ。泣いている？怒りに叫んでるんじゃないのか。俺には苦しんでるように聞こえるぜ。謎に深いな。さあ、この曲は俺は聞きたかったんだ。俺は痛え。連打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 。追っかけてくんな、お前は。よし、いいぞ。スネオ。スネオみたいな髪型をしている。から俺はスネオと呼んでいる、こいつのことを。さっきのはストーカー。こいつはもうずっとあれだな、もうここにへばりつても、これが一番あれだな、妥当だな、妥当っていうかまあ。でで、でで、でで、で。俺、この曲がすごい好きなんだよね。なんか知んないけど。昔から聴いてるせいなのか知らないけど、かなり好きなんだよ。すり込まれてるというか、なんかもう。自分の頭の中に。昔はあれだな、親父がよくプレイしてるの俺みたいな、もう相当見まくったよな。親父も結構このゲームすごい好きだったから、親父はこのラスボス戦ってるの横でもずっとなんかもう何回も見てたよね。で、親父もよくやるよね、なんかね。だから相当あれだった、まあ、相当好きだったんだろうな。まあ当時そんなに、まあ、ゲームあったっちゃあったけどね、持ったけど、でもやたらなんかサーディンばっかやってるよね、最初の頃は。なんかまあその後なんかもう俺がもうなんかなんつうの、クロノトリガーとかなんか星のカービィ、スーパーデラックスとかなんかいろんな、ファイナルファンタジーとかいろんなゲームに手出すようになってから、もうそんなになんか親父もそんなにはなんかもうやんなくなってきたけど、俺がなんかもうスーハミをどんどんなんかやり出すようになってからはもうあんまりやらなくなったって感じかな。まあでもそれでもたまになんかもうボンバーマンとかなんかいろいろ、親父と一緒にマリオカートとかさ、やったりしたけどな。親父もね、なんかもうついてこれたらなんかもうスーハミ時代の後半ぐらいだったね。64が出てから、なんか一緒にやろうとしたけど、なんか64のなんかバックボンバーマンとか一緒にやろうぜみたいな感じでやったけど、もう全然なんかもうなんかね、いや俺もなんかもうついていけないわみたいな感じで、なんかもうそこでもうなんかもう親父と、なんかあれが生まれてしまったな。俺は全然64とかすごい楽しめた世代だけど、なんかね、親父はなんかもうあれだね、もうなんか俺にはわけわからんみたいな、そういう感じだったらしいね。っていうのもあったな、なんか。全然楽しいと思うけどね。まあでも確かにね、スーファミとかもうファミコンの方がもうすごいシンプルだからね。もうシンプルで難しいしみたいな。それが良かったのかもしれんな。お、いったいった。よし。次だ。で、こいつはここにいる。基本ここで、ずっとこう連打をするのが OK。で、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 ここで永久的に連打をすればいい。昔はよく溜まり場になったの、うちもなんか。いや、まあ、結構ね、俺の周りでは結構なんか、うちがなんかなんていうのかな。だもう、その家族みんなが結構ゲーム好きだから、結構ゲームを買ったりしてるの、なんか昔からなんか。だかそのお金か知らんけど、なんかもうね、結構ね、なんていうの、子供たちのなんかもうゲームをする溜まり場みたいな感じになってきたな、もう。溜まったもんじゃないけどな。学校帰りになんか、別に仲のよく、大してよくもないなんか、奴らがなんか、うちに来たりしてみたいな感じで、なんか、ゲームやろうぜみたいな。うるせえよみたいな、おめえら帰れよみたいな。もうひどい時はなんかもうイルス使ったりしたけどね、なんかで、なんかもうずっと家をガン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 みたいな感じで、なんかああ、おっと、なんでもない。おっと、いったおーいみたいな感じで、なんかちょっとなんかもうすげえ、やっと来たか、開けろよみたいな感じで、なんかちょっとなんか家をダン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 みたいな感じで、なんか信じらんねえな、今考えたらな。今の世代考えたらもう信じらんないよな。なんか多分そう、やる人い、
もうやんないよね、そういうことは。もうさすがにな、ゲームやろうぜみたいな、遊ぼうぜみたいな、ダン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 、おめえうるせえみたいな感じで、なんかそうだ、なんか近所の人たちがなんかもうなんつうの怒ったりして、なんかさそういうなんか謎の時代を生きてるよ、なんか何なんだよみたいな感じで、なんかサーディオンはね、なんかやあんまなんか一緒にやってくれる人そんないなかった気がするな、なんか、まあ、一緒にやろうぜって言っても、なんか、いや、やんねえよみたいな感じで、いや、これ面白いんだねみたいな、普通になんかロックマンとかやろうぜみたいな、マリオカードとか、なんか、星のカービィとかやろうぜみたいな、あんまやってくれる人いないんだよね。でも、なんか親父が唯一お、なんつうの、付き合ってくれるっていうか、このゲームに。まあ、スーハミの最初のあれだよな、ほんと、あ、俺も死にそうじゃねえか、危ない危ない。いけるか、サブタンクを使わないで俺は行く。ちょっと待って、これ俺装備してる、俺サブタンク、あ、いけるか、よし、まあ、まあ3つあるから、まあ、勝てると思うけどね。俺は勝つ、このまま勝つ、サブタンクを使わないで勝ちたい俺は。くそ、あの時間差のあれが鬱陶しいよね。あと1個、よし、オッケー。あー、そこ、くそね、やってくれたな、お前なかなかやってくれるじゃないか。俺このラスボスはもう散々戦ったよね。で、親父の横でも散々見たから、多分ね、一面のボスとかでもはるかにもこいつを見た回数ははるかに多いと思うよ。もうなんか、だもうなんかもうなんつうの、俺これもサーディオンやったのでもう相当久しぶりだけどね。もう体が勝手に覚えてるよね。こいつとの戦い方を。もういけんじゃねえか、そろそろ。いった。まだくたばらねえ。くそったれ。あれなんだ、カプセルか。中身サーチできるか。女？そんなバカな女だと？どういうことだ？説明をしてもらおうか。いつか星は滅びる時が来る。美しき緑を漂ったこの星にも、ゆっくりと確実に破滅の時は近づいていた。一人の科学者がその足音に気がついた。彼は自らの持つ知識と能力の全てを持って危機を回避すべく行動を開始した。惑星を一つの生物との位置づけ、人工的な惑星規模の生態系を作り出す本ニューフロンティア計画を。自然の力に人の力を及ぶことはない。計画は失敗に終わり、惑星は暴走的変化を遂げ始めた。確かに惑星は生態化を遂げたが、そこは人の生きることもできない、単なる化け物の巣であった。たった一人、奇跡的に少女が生き残った。惑星を破滅に加速させてしまった科学者の娘が。科学者足の曲げは残酷な指令をコンピューターに残していった。我が娘を守れ。この星に人がいる限り、全ての力を使い守り抜け、あらゆる外敵を駆逐せよと。そしてその指令は忠実に守られ続けた。異形の怪物ロボットたちに守られ、少女はたった一人で生き続けた。しかし絶対的生態系の破壊が行われた。この惑星で人が生き残られることは不自然である、不可能であった。少女はわずか13歳でその生涯を終えた。それでも化け物たちは指令を忠実に守り抜こうとした。
生きているとか死んでいるとかそんなことは関係ない。彼女がこの星にいる限り我々は守り抜かなければならない。その思いが恐るべき惑星間戦争を引き起こしていたのである。なんだ今のは、お前にも見えたのか。おそらく死にゆくガーディアンのイメージが哀れに投影されたんだろう。こんなミイラ一つのために俺たちは無駄な血を流していたのか。吐かせてやるの気持ちもわかる。しかし何のための戦いだ。レオは死んだんだぞ。なぜだ。クソクソったれ、こんなもののために。やばい、巻き込まれるぞ。緊急脱出、ダメだ。おじいさんが死にやがったか。やばいんじゃねこれ。200年後、生体惑星、あれだ、あれが生命反応を出してるんだ。まさかこの星でも緑が蘇っているのか。もう戦争は過去のものか。サーディオン、封印兵器は再び眠りについているのか。歴史は風化し、そして自然と同化していく。そしてこっから星の物語はもう一つ始まる。終わっちゃったね。なんか最後 X レスみたいな感じになったな。なんか AF5 の結構謎な感じで終わっちゃったね。で、あのサラマンダーとアルキミデスだっけ、あの二人が、まあ、どうなったのかってのはまあ謎らしいんだよね。なんか結構ストーリーがさ、なんか面白いっていうか、 なんか、まあ、最後に一気にガーって語られるんだけど、だ結局はその女の子を助けるっていうか、なんていうのかな、だか守りに行くために、まあ、こうやってなんかまあいろんな惑星の間でなんかいろんなところで戦争が起こしてしまったみたいな。だからその守る、その女の子を守るがためにこうやってなんかまあ殺し合いが始まったみたいな感じの話だよね。これなんかもっとなんかすごい掘り下げて、なんていうのかな、もっといろいろなんか惑星間同士のなんか争いとか、なんかもっといろいろなんかさ、まあそれぞれのキャラクターの話とかいろいろやってくれれば、もっとすごいなんか面白い話になったんじゃないかなってすごいなんか思うけどね。だそこら辺もしかしたらまあその小説、まあ、サーディの小説も結構なんか出てるっぽいから、だから そこら辺でまあ結構まあ保管っていうかなんかあれが、まあ、別の、なんかサーディが始まる前だったかな。まあちょっと別の話らしいんだけれども、まあそこで結構まあいろいろまあ、語られてるんじゃないかなと俺は思ってるんだがね、どうなんだろうね。だ最初謎だもんね。いきなりなんかあの始まっ、なんかなんつうの、敵をなんか追っかけてみたいな感じでなんか、どういう感じなんだろうみたいな、なんか、まあ、説明書とか完全にどっか行っちゃったからな。ザ・エンド、まあ結構なんか懐かしい感じで楽しむことができました個人的に。まあ結構これはもうコアな、コアっていうかほんとマニアック向けな動画だよな。なんかもうね、マニアック向けなほんと感じの、なんかもう実況になっちゃったけど、 LP 実況になっちゃったけど、まあそれでもまあ、まあ、見てくれて楽しんでくれたらまあ幸いでございます。じゃあ見てくれて本当にありがとうございました。Thanks for watching. See you.